ここは。やっとお目覚め。カルナ。あの後どうなったんだ。わからない。私も気がついたばかりで。みんなは。探したんだけど近くにはいなかった。そうか。ライン、ありがとう。え？あの時かばってくれて。ああ、よかったよ。あんただけでも守れて。ライン、どうしたの？俺、情けないよな。昔フィオルンに約束したんだ。シルクに怪我はさせないって。なのに。あんたをかばったシルクが怪我をしたことを気にしてるの？昔はさ、シルクのやつ本当にひ弱でさ、いつも俺が助けてやってたんだ。だから調子に乗ってフィオルンにも約束して。でももうそんな必要ないんだな。ない。あいつ強くなったよ。モナドを手に入れたからってだけじゃなくてさ、もうシルクには俺の手助けなんて必要ないのかもな。あんたらしくないよ。コロニー6を覚えてる？ああ。あそこは、私たちのコロニーはね、昔からよく奇神兵に狙われてたんだ。今にして思えば、地下のエーテルが目当てだったんだろうけど。そうだな。あそこでエネルギーを補充すれば、随分遠くまで行けるんだろうし。だから、コロニー6の防衛隊員たちはいつも傷ついてた。体だけじゃないよ、心も。昨日は生きてた友達や仲間が今日はいない。そんなのが当たり前だった。もう戦ってもしょうがない。自分なんかに何もできるはずがない。そんな気分になりかけるやつもたくさんいた。でもならなかった。どうしてだと思う？強かったからか。強くなるしかなかったのよ。みんな守るべきものがあったから。下を向いてるうちに大切なものが壊される。だったら目を背けたくても前を見るしかないんだって。耳が痛いな。らしくなかったかな俺。ラインは悩んだりしても様にならないって。だな。足元見るのは年取って腰が曲がってからでいい。それでどうするの？探しに行くさ。シュルクやフィオルンを。足でまといた年取って荷物持ちくらいできるしな。そうそう、その方があんたらしいよ。あのさ、ガドって人のことなのか？さっきの話。ガドだけのことってわけじゃないけど。なんで？いや、負けたくないなって思ってさ、そいつには。ない。シュルクたち無事かしら？当たり前だろ。あいつらが死ぬわけなんてないんだ。調子出てきたじゃない。じゃあ探しに行かなくちゃね。今の音は？誰か戦ってるんだ、この先で。シュルク！ライン？手伝うぜ、一気に片付けよう。よく生きてたな。結構しぶといやつだぜ。ラインこそ。ラインラインなのね。フィオル、思い出したのか。うん、いろいろあってね。
そうか。早くダンバンさんにも会いたいよね。ああ、大泣きしたりしてな。シルクやラインが見てる前じゃ泣かないと思うけど。泣くの？見てないとこでは？そうだよ、昔からそうなの。涙もろいくせに見られるのは大っ嫌い。知らなかった。想像つかねえよ。無理しないで。大丈夫、お兄ちゃんに早く会いたいし。行こう、シルク。歩けなくなったら俺が担いでやるさ。重くなったよ、私。筋肉ついたぜ、俺。本当だ、ライン、あれからずっとシルクを守ってくれてたんだね。どっちかっつうと俺の方が守られてた感じだったけどな。そんなことないよ。いいんだぜ、気を使ってくれなくても。俺は俺で見つけたからな、自分のやること。それって何？さっきやってたことさ。シルクがいくら強くなったって後ろに目玉がついてるわけじゃない。だったら俺が背中を守る。ライン。なんだかライン知らない人みたい。なんだよそれ。頼もしくなったって褒めてるのよ。そんなに頼りなかったのかよ、昔の俺。そう、後ろ向きに取らない。チッ、かなわねえな。やっぱりフィオルンだ。さあ行きましょう。お兄ちゃんが泣くとこ見たいんでしょ。ああ、そうだな。あ、どうしたの？何か聞こえる。何？何も聞こえないけど。多分僕らには聞こえない音なんだ。低い音、周りにいくつも。気をつけて、何かいる。